レッドデッドリデンプション2はアメリカ合衆国のロックスターゲームスより2018年10月26日に世界同時発売されたオープンワールド型アクションアドベンチャーゲームソフト。レッドデッドシリーズの第3作目。略称は RDR2。対応ハードは PlayStation4、Xbox One、PC、Google Stadia。キャッチコピーは永遠の無報者。 西部劇の世界を描くオープンワールドのアクションアドベンチャーゲーム。今作は2016年ロックスターゲームスの公式ツイッターにて画像のみ発表された。プレイステーションに XBOX で発売されたレッドデッドリボルバーと、プレイステーション3、XBOX360、x b o x ン x で発売されたレッドデッドリデンプションに続くレッドデッドシリーズの第三作。 複数の敵との戦いで有利になり、レッドデッドシリーズ恒例である、スローモーション、デッドアイもある。その他、ロックスターアドバンスドゲームエンジンなども使用して、開発を進めてきた。また、ソーシャルクラブにもアクセスできる作品である。本作のクリエイターは、グランドセフトオート V、レッドデッドリデンプションに関わっており、グランドセフトオート V のロスサントスよりも1.2倍、広いマップとなった。 世界中のメディアにも注目された作品となった。前作、レッド・デッド・リデンプションは1910年代が舞台だったが、本作では1899年と前作よりも時代を遡る。ダッチギャングの一員として、方式交換や賞金稼ぎの手を逃れつつ、生き延びていく。前作同様、名誉レベルと呼ばれるシステムが導入されている。名誉システムは、 プレイヤーの行動が道徳的な行動だったかどうか判定されるもの。NPC を助けたりストーリーでの選択肢で名誉な選択をしたりすると名誉度が上がる。殺人や強盗などの犯罪を犯したりストーリーでの選択肢で不名誉な選択をしたりすると名誉度が下がる。それにより NPC の反応や商品の値段、また主人公の人相が変わる。 さらに名誉度によってストーリーの演出やエンディングが変わるシステムである。マルチエンディングシステムであり4つのエンディングが存在するが演出が変化するのみであり本筋は変わらない。2016年10月18日にロックスター・ゲームスがレッドデッド・リデンプション2を2017年秋に発売すると正式発表したが2017年5月に 発売時期を2017年秋から2018年春に延期するとの発表がなされた。その後、発売日を2018年10月26日と発表。これに合わせてナンバリング表記がアラビア数字のレッドデッドリデンプション2からローマ数字のレッドデッドリデンプション2に変更された。本編発売から約7ヶ月後の2019年5月16日には、 レッドデッドオンラインがサービス開始された。アメリカ国内で、レッドデッドリデンプション2発売にわたって、発売日当日には2018年10月26日に、アメリカ国内の労働者が、一斉に、化病で休むまたは休暇を入れるという事態が発生。また、マーベルズ・スパイダーマン発売日の数倍にも及んだ。同社の、グランドセフトオートブイから5年振りの新作などのことで、 世界中から期待され、2018年で最も休まれた日となった。1899年、アメリカ合衆国。開拓時代が終わり、法執行官は無法者のギャングを一掃し始めた。幸福や屈服しない者たちは、次々にその命を奪われていった。西部の街ブラックウォーターで大掛かりな強盗に、失敗した後、アーサー・モーガンとダッチ・ギャングは逃亡を余儀なくされる。 連邦捜査官と国中の賞金稼ぎに追われる中、ギャングたちが生き延びるためには、アメリカの荒れた土地で強奪、暴力、盗みを働くしかなかった。構想に関わるほど、ギャングはバラバラにされる危機に見舞われる。アーサーは、自らの理想と自分を育ててくれたギャングへの忠誠、そのどちらかの選択を迫られるのであった。前作の舞台となったニューオースティン、ウェストエリザベスに加え、 本作では新たに北東に広がるニューハノーバー、ルモワン、アンバリーノと呼ばれる地域を加えた極めて広大なマップとなっている。作中にて登場する地域は主に実際の米国中部、西部及び南部の各州がモデルとなっているが、これらにとどまらず全米各地の地域がモチーフとなっている。レッドデッドオンラインは2018年11月30日に 正式にサービス開始でドリーを持っていれば無料でプレイできる。ロックスターゲームズとプレイステーションはパートナーシップを結んだことを発表し、オンラインについてもプレイステーション4番を優先的にしていくと発表した。2019年5月16日にレッドデッドオンラインがサービス開始された。ドリー、アルティメットエディション所有者はベータプレイが可能になっており、 発売日にプレイした記録がある人に早めに解禁され、以降、10月29日までにプレイした人に、30日に、レッドデッドリデンプション2の全プレイヤーに、レッドデッドオンラインベータは解禁された。2019年5月16日に、大規模アップデートが行われ、ベータの文字が外れ、レッドデッドオンラインとベータ版が終了し、正式にサービスを開始された。 名誉レベルの違いなどで強盗の内容やミッションが変わる。1セッションは2人から32人までとなっている。日本語版では、頭部欠損及び死死欠損表現の緩和など、語話表現の規制がなされている。白人警官が黒人男性を殺害した事件が発生し、2020年5月26日から世界中で行われているジョージ・フロイド抗議運動のため、 GTA オンラインとレッドデッドオンラインが一時的にロックスターによりアクセス利用不可になった。また、同時期に中華人民共和国国北省武漢から発生していた新型コロナウイルス感染症が世界的に流行したため GTA オンラインとレッドデッド、オンライン内の一部の売り上げをウイルス対策を行う組織に支援すると発表した。2019年春に配信された。 レッドデッドオンラインベータ版のアップデートにて他のプレイヤーから攻撃を受けたプレイヤーが検証金をかけられたり名誉レベルを下げたりすることなく反撃できるシステムが実装された一方的に攻撃を仕掛けてきたプレイヤーは敵としてマークされマップに表示される GTA オンラインと同じくドリーの直前のストーリーとなっているそのため本編の登場人物が オンライン内に登場する。ロックスターゲームスの前作である g タブのオンラインモード GTA オンラインの大成功によりロックスターゲームスはドリーにもオンラインにも力を入れると発言した。他にも g タブ GTA オンラインのロード中にもドリーの広告があるなど広告にも力を入れている。GTA オンライン、強盗 d o o m s ではダブルアクションリボルバーを手に入れ ヘッドショットをし、ドリーを購入すれば特典がついてくる。また、ドリーを予約すれば、GTA オンラインの GTA マネーが50万から150万ドル以上もらえる特典がある。レッドデッドリデンプション2は2019年11月5日に発売された。レッドデッドリデンプションとレッドデッドリボルバーでも PC での発売はなかったため、 レッドデッドシリーズ初の PC 版である。主な変更点はグラフィックをコンソール版よりも進化、限定武器、オンラインモードのレッドデッドオンラインの内容はこれまでの改善と最新のコンテンツを収録しており、アップデートもコンソール版とともに繰り返されると発表された。PC 版のレッドデッドリデンプション2の事前購入受付は、 日本時間同年10月10日から10月22日までロックスターゲームズランチャー内で事前に予約開始された。世界中で発売後、もっとも多数作られ、無料で使用または作成でき、ロックスターゲームズ社も使用を認めている。2020年、全10部門が用意されたスティームアワードではゲームオブザイヤーを受賞。また、優れた物語ゲーム部門も受賞しており、2冠に 輝く結果となった。2019年12月には、ロックスターゲームス発展会の Google が開発した Google Stadia というゲームハードでプレイが可能となっているとしている。12月19日に発売された。実在するピンカートン探偵者の名前を作中で勝手に使用しているため、ピンカートン探偵者はキャラクターを使用に継続的なキャラクター使用量の 支払いを求めていると発表した。しかしあと、ロックスターゲームはアメリカ合衆国憲法の表現の自由に反しているとして、ピンカー・アートン探偵者を提訴した。また、PC 版にて以前、グランドセフト・オート・サンアンドレアスで問題となったホットコーヒー問題を題材とした、もっと、ホットコーヒー・モッとと呼ばれる売春フトの性行為のミニゲームを、 プレイ可能にするモッドを制作したことにより、ロックスターの親会社テイク2インタラクティブが法的措置を行うことを発表したが、開発者はロックスターゲームス自身は売春風をゲームを発売させることは可能だったのに、プレイヤーがモッドを制作を止められるのはおかしいと表明している。ありがとうございます。